おはようございます。4日目です。やっていきましょう。てかもう終わりたいです。もう終わりたいです。このゲーム来ないな、遅刻かな。とうとう最終日だな。最終日なんだこれが。デートプランを考えようか。めぐちゃん来るまで今日のデートプラン。今日はめぐちゃんのデートできる最後の日なんだ。ああまだ行ってないところもあるから効率よく遊ばないとな。そうなんか。よかった待っててくれて。そりゃそうよ。すごい息切れしてんじゃないか。どこ行こうか。待ってくれて。さあどこ行く。待ってるの当然違うでしょ。これ謝らせるつもり。待ってるのは当然だよ。もう口が甘いんだから。いやこの本心、めぐみちゃんのことを考えながら待つのも全然辛くないんだ。ありがとう。それはわかるな。とてもわかる気がする。うん。ねえねえ。うん。いやそこなのよ。ちょっと待ってな。まあメーターはいいとして、メーターはまあ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 、問題は行ってねえとこ行かないといけないんだよな。動物園はもうほぼ行ったろ。ダイビングスライダーのある、夏はダイビングスライダーのある 200m 流れるプールもオープンする。ああ行ってみてもいいかもな。自然動物園もう一回。じゃんけんをする、オラウータン、俳句ポスト、コロリン村。ああいいね。コロリン村とか行く。コロリン村行くか。コロリン村に、時間帯によっては、ああ難しいな。そのフェニックス動物園遊園地で、でもジェットコースターとかやったな、観覧車やった、メリーゴーランドやったな、あースーパーカップも乗ったな、メロディーペットやったんじゃないか。ちょっと待ってな。フェニックスボール、フェニックスボールはコンピューター制御、ビリヤードコーナー、ゲームコーナー。あーフェニックスボール行ってみるか。フェニックスボール行って、オーシャンドームは、オーシャンボードームも全部行ったと思うんだよね。な3つのジャグジー、聖水の像、スプラッシュガン、ドラゴンスライダー、竜の神殿、やってねえかもしんねえけどさ、マルコポーロなんかもいいよ別に。もうダメだ、記憶いねえ、記憶いねえからやめよう。もう行ったことにしよう。パラダイスガーデン、太陽の広場、ゲーム中のイベントはステージとバスケットだけ、夜になると夜風が気持ちいいらしい。バスケ行くか。バスケ行ってパラダイスガーデンに行ってみてもいいな。パラダイスガーデン行ってみよう。シーガイアテニスクラブでテニスやるか。あでもテニスやったな。コテージヒムカはタイビングでイベントによる。なるほど、今日は最後コテージヒムカに連れてってゴールインみたいなところあるな。これはね、じゃあまあ動物園ですよ。動物園エリア行きましょう。よしよし到着で、ねフェニックスボールじゃなくて自然動物園か。ああ自然動物園でいい。うん。でー動物園の中の、わーい、わーい、ねえねえ、そうそう、わかんねえな俺。うん。ねえねえ。その辺を見て回るっていうのと、コロリン村行きたいんだ。その辺を見て回ってみよう。おお、いいね。キリンって大きいのね。うんうん。キリンの首で叩かれてすごい大変だね。首なんてかっこいいね。そうだね、便利そうだ。うわあ、やばい。見下されてる。餌を食べる。すごい進化だよな。
日本でも一応飼えるは飼えるんだよ、キリンって。ハッピーになってくれた。キリンってアフリカの平原にいるんだよね。アフリカって行ってみたい。いつだ行ってみたいかな。もしアフリカに行ったら何かしていきたい。あー、夕日を見たいな。どこまでも続く地平線は日本じゃ見られないから、アフリカで地平線に沈む夕日を見るんだ。いいよね。ドキドキしてくれてる気がする。オオコウモリの館っていうのがあるんだ。あんまり気が進まないけど、行ってみよう行ってみよう。オオコウモリの館怖そう。入り口からいきなりオオコウモリが。まあコウモリが放し飼いにされているわけじゃない。そんなに怖いことない。それもそうだ。放し飼いめちゃくちゃ怖いな。ここでクイズです。コウモリの食べ物は何でしょう。人間の血と言いたいところだけど虫でしょ。うわっ、いじけてる。何してんの、つまんない。つまんないって言われてない。そうそう、コウモリって角井鳥とも呼ばれる。へえ。どうして角井鳥というんでしょう。顔を食べる、火を食べる、かっこいい。かっこいいな、角井鳥。顔を食べる、角井鳥、火を食べる。難しい。低い鳥だもんな、多分落ちちゃったら。顔を食べんじゃない。やったぜー、信頼が上がった。ここはパス。じゃあインドトキコウでも見に行く。何ですかインドトキコウとは。俺の知らない名前をバンバンです。インドトキコウっていう鳥がいるんだ。日本のトキと違う。ねえ絶滅寸前とか絶滅したよもう。インドトキコウは大丈夫なのか。違うんじゃない。それ違うんじゃない。トキみたいに珍しい鳥だったら気安く動物園で見せたりしないと思うの。そういうことじゃないと思うけどな。なんか佐々木の言い方が違う、俺が言いたいことと。あー、そうなの。そうかな。トキコウのコウっていうのが気になる。そうね、確かにそうだ。コウノトリのコウじゃない？ああ、コウノトリのコウだと思うよ。そうね。そうね。トキコウっていう名前に、そのスリナー納得できるな。これでようやく長年の疑問が解けたよ。長年疑問じゃなかった。わあ、ほら見下されてる。ほら。くだらないこと言うなって。つまんないんだよ、お前ら会話、二人とも。佐々木もめぐみもつまんないんだお前ら会話が。もう圧倒的ダメ出しだけど、コウノトリで思い出すのはやっぱり赤ちゃんを運んでくるっていう言い伝えよね。夢があるよね。うんうん、天からの授かり物って感じよね。きっと大事にしたと。キャベツ畑から生まれるっていう話もあるね。あるあるある。それはそれで大地からの贈り物って感じだよね。そうね。いきなりそんなこと言われても恥ずかしいじゃない。ときめいた。フラミンゴショー見に行こう。いいね。フラミンゴが芸を見せるんだ。これ見たかったんだ。フラミンゴって結構頭がいいのよね。ああそうなんだ。ああそういうことね。いいのかって人が指揮するだけだよ。鳥は意外と頭いいからね。美しさが芸なんだよ。美しさが芸なんだよ。いいこと言うね。いるだけで何もやらないの？いや、フラダンスみたいなことをするみたいだよ。へー、賢いな。別の時も身につけてる。偉い偉い。フラミンゴにピンク色の羽を一斉に羽ばたかせる姿って感動しちゃう。ただフラミンゴのところはもうすごい匂いがするの、本当に。怖えってその顔。私にはどんな色が似合うかな。どんな色でも似合う。黒かな。どんな色でも似合うよ。自分の色がないってことだよね。癖があるより透明なイメージだから。あ、透明なイメージだから。そっか。
そういう考え方もあるんでね、これからの自分の磨き方次第。そうだね、いろんな褒めの可能性を持ってそう。いい褒め方なんじゃないか、これ。これはいい褒め方だな、佐々木。それにしても鳥っていいね、自由に空が飛べて。もし鳥になれたら何をしたらいい？あー、好きな人に会いに行く、世界中を旅する。なんでもいいな、マジで。でも好きな人に会いに行くかな。ロマンチスト。ま、今のところ飛んでいかなくても会える人なんだけどね、僕の好きな人は。え？じゃあもしめぐみちゃんが鳥だったら、やっぱり会いたい時に会いたい人のところへ飛んでいきたいな。いやー、質問が難しい。誰のところへ行くのは意地悪だよな。僕のところにも来るよね。そうね、考えとくわ。ハッピー。ねえねえ、うん、ラマ長えな、おい。長えっつっちゃった。ねえねえ、後ろにいるぞ、もう後ろにいるぞ。いるぞ、コヨーテみたいなのな。あ、ラマか、あれ。なんだあれ。そこでラクダのコブって中なんだろう、知ってる。おいでさん、実はね、水、あれ脂肪じゃった水じゃなかった？どうだったかな。いや、油だって脂肪だったような気がするけどな、俺。そう、脂肪だよね。うん、でもでも、へえ、水が入ってると思い込んでる人も結構いるんですね。うふふ。あれ、ときめきとかないんだ。ねえねえ、でもラマのあの顔どう思う？かわいいね。そうかな。どっちかっていうとユニークな顔じゃない？ああ、そっか、それもそうだね。ねラマって顔は間抜けっぽいけど毛並みがふさふさしてる。へぇ、あ、ラマか。いいよ、飲みがいそうだよな、手入れが大変そうだ、気持ちよさそうだね。そうね、うん、もう読み飛ばしたい気分になってるわ。ダメだな、俺は悪い癖が出てる。ラマってゲーとかするのかな。しばらく様子を見てみようか。うん、ぼーっとしてんじゃないかふわー、こんなアニメみたいなあくびすんだ。そうね、ね、まだ行きたいところがあるよ。コロリン村来たー。かわいい名前。ここも滑りたいって言ってペンがお城みたいな。そうね、これ行ってみようぜ。ねえねえ、滑ってみようよ。大暴れしていきなよ。でも僕は遠慮しとくよ。めぐちゃん大暴れしていきな。あ、大暴れなんてちょっと遊びたいだけなんだ。はいはい、じゃあ付き合いますか。わあ、ハッピーじゃなくなった。そんな怖くないだろう。なんだそれ絶望的につまんねえな、このゲーム。無理やりテンション上げてるからね、俺。うざくなった？元気でよろしい？よろしいかな？ハッピー取り返したわ。え、ほんと？汚れを払ってあげようか？じゃあお願い。パンパンと。タッチしてくれた。お尻にタッチ、なかなか落ちないな。やーん、エッチ。あ、喜んでくれた。おー、ハッピー巻き返したぞ。ね、自然動物園もうこれで用がないので出ましょう。次行きましょう。うんうん、次はちょっと待てよ。あー、どうだったかな。ホテルオーシャンじゃん、オーシャンドーム、パラダイスガーデン、パラダイスガーデンだったか、パラダイスガーデンだったか、おー、あー、パラダイスガーデンだったかな。名前忘れた。何ですかこの曲は。そのまんまだね。うまい表現ね。パラダイスガーデンを直訳しただけなの。でも本当に楽しいこと、うん、うんうん、やっぱりそう思うよね。ああ、やっぱりここだ。じゃあ太陽の広場行ってみようぜ。
あ、飯食おうで。そうね。そうね。別にと、なんだよ、ここ何して遊ぶ。確かに太陽の岩っていう名前なんだよね。ここは何が？ステージがあるけど、イベントとかはやってないみたい。バスケのゴールもあるよ。自由に使っていいんだ。誰もいないし、いいと思うけど。さて、どうしようか。じゃあ、バスケットボールの前、まあ一回食事しようか。そうね。そうね。うん。よーし。ちゃんと餌付けをしないと。大切だから。ねえ。ここってどんなお店があるのかな？目線。いろんな店が屋台みたいな。パンタナールっていう店がある。そっか。詳しいな。早く中に入りましょう。あー、屋台コートも楽しそうだけどな。パンタナール行ってみっか。シュラスコ料理。ブラジル料理のことをシュラスコ料理っていうのは、肉の塊を串に刺して焼く料理なの。へえ、美味しそう。ケバブみたいな。いいね。肉食いてー。それじゃあ食べようか。はーい。私もやらせてもらっていいですか？いいですよ。どうぞ。ごっそり言っていいの？ごっそり。ごっそりいけ、ごっそりいけ。いや、それ遠慮すんなって。ごっそりいけ、ごっそり。二等分するぐらいの勢いでシュラスコ料理ってあんな風に煮込むってきてる。すごいね。楽しい料理だな。うんうん。すげえ楽しい。いただきます。美味しいね。うん。旅行に来ると気分がいつもと変わるからね。本当に金持ちだな、こいつら。食うもんにこだわん。新鮮といえばお魚だよね。本当好きだね。その怖えって。海が近いせいかな。じゃあ何が好き？魚がすごい好きじゃないんなら一番の好物は何かな。いや、魚好きなんでしょ。フルーツが大好きやん。リンゴとか甘酸っぱいのが好きやん。うん。ねえねえ、魚って食べられるものの、もの食べられるのも、のも、は？食べられるのも、のもいいけど、ん？え、ちょっと、ごめんごめん。ん？なんだ？ソラミか？そう、ん？待て、魚って食べられるのも、のもいいけど、じゃあやっぱりわからん。これ5時だろ、完全に。疲れたわ、今。そうね。その顔やめてもらっていい？熱帯魚いいんじゃないか。南国の広大な川をゆらゆらと泳いでみたいな。いや、俺実はサメだけどね、こんな子だと。女の子に合わせたわ。オスの方が綺麗なの多いよね。メスだとちょっと。あーあー、なるほどね。僕に合わせなくてもって言いたいけどね。メスだとちょっと。そうでもないよ。そうでもないよな。いや、そうでもないよ。オスとメスがほとんど変わらないって言うけども。そうそう。あー、つまんなくなっちゃった。これどれ合わせてもダメだろ。なんで笑ってんのこいつ。あー、よかった。ごちそうさま。どうした？うわー、ちょっとお客様びっくりしたな。異次元だなこいつ。いろんな店やカートショップがあるから次走り出しちゃったの。カートショップって？ほら、お店に車輪がついてて。ああ、これカートショップってんだ。そうなの？そこでいろんな国のグッズ売ってる。なるほどね。佐々木、お前なんかつまんないぞ。お前本当に喋りが。イメージが違う。そうかもね。屋台って言うとラーメンやおでん。そうそうそう。そう、合わせりゃいいのよ。黙って。ボケ。もちろん。うん。ちょっと覗いただけだから、楽しいショッピングはこれからよ。掘り出し物ある？ちょっとしたいい小物を見つけたりすると嬉しくなるよね。あ、これはわかるな。
でしょ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 。お、相性もハッピーも完全に上がってきたぞ。本当にいろんなものが売ってるんで。何が、お、怖いわ。アクセサリー、日用品。まあせっかくこういうところだし、アクセサリー一緒に買ってみようない？見ようない？どこの方言なんだよ。ヘアバンド。そうそうそう。バーイ。はーい。ときめいた。どうだった？うん。いいの見つかった？何にも言わないんか君だ。じゃあ太陽の広場はもう行ったから、アミューズメント館行ってみるか。アミューズメント館には何がある？怖っ。あ、ゲーセンか。ねえねえ。はい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 。どんなゲームが好き？陽気な音楽だな。好きとか嫌いとかはよくわからない。あんまりこういうところ遊びに行かない。じゃあ何でも楽しいかもしれないね。うん、面白そうだな。じゃあ早く帰りましょう。よし、帰ろう。さて何をして遊ぼうかな。ビデオ、コインゲーム、あ、まあビデオゲームからやっていこうぜ、順番に。あとディスコ行きたいんだよね俺。このゲーム面白そう、やってみたい。あー、格闘ゲームいいね。よーし、かかってこい。あ、私って負けないよ。いくよ。少しは手加減してよ。なんか結構筋肉質だな、めぐみちゃん。肩幅があるよね。ハッピーじゃなくなった。しかし信頼は得たな。うん、いいよ。今度手加減しろよちゃんと。満足。じゃあ 3D シアター行ってみよう。これはタイムマシンに乗って恐竜のいる時代に行くみたい。なんでもあるな。うふ。のめり込みそうだね。子供だまし。のめり込みそうだ。でしょでしょ。楽しそう。タイムマシンか。子供の頃の憧れを実現するみたい。あ、始まるみたいだね。さあ入ろう。あー、席も動くんだ。これは楽しいね。楽しかったね。つけてきたこいつ。つけてきちゃったぞ。うわあ、どうするこれ。笑ってしまう。笑ってしまおう。あははは。ほらメガネメガネ外す、忘れる。わははは。え、あ、本当だ、忘れてた。怒んないよなさすがに。ああ、不適されてる。そんな言い方ないだろ佐々木。下手くそだな。俺もね、メガネっ子大好きだよ。もう女の子メガネかけてるだけで俺もう本当に本当にそれだけで本当にご飯何回も。ねえねえ、すごい迫力があったんだ。何か好きなんです恐竜。ティラノサウルス好きだよ結構。地上最大の肉食恐竜で、いや実は地上最大の肉食恐竜ではないんだけどな。うんうん、いやー面白そう、行きたいな。昔の地球ってこんな感じだった。本当にタイムマシンがあるよ。そうね。まだここにもあるビデオゲームやったから今度コインゲーム行こう。コインゲーム楽しいよね、メダルゲーム。ああ、いいね、結構ハマるよね。俺も時間あるとずっとやっちゃうな。座ってできないんだ。ああ、いいよねこういうなんか地味なのがいい。一番シンプルで簡単なのがいい。
楽しかった。もう一回やる？あーいいね、別のゲーム行こう。そうね、パーッと使い切っちゃうのがいいと思う。俺もいつも最後はもう全額崖するよ、一頭買いする、大胆すぎる。いいんじゃない、いいと思うよ、すごい。さあプリントクラブ取ろうぜ。プリクラですよ、プリクラ。別にいいよ、一緒に撮るよ、別にいいよ。どういうこと、別にいいよってのは撮りたくないってこと。写真写り悪いんだよね。なんだ、こんなノリ悪いアホいる。まあどうやったってこれ二人映れないけどさ。どこに貼ろうかな、えい、それカメラじゃないってことは俺眼球に貼ったってこと。俺の右眼球に貼った今。